45秒ぐらいで60回までヘリコプターすげえ。おお、ここの高さが300m、ここが 300m、鉄道模型みたいな感じで阪和線と南大阪線が交差しそうなところで、ここいいですね。ちょうど上下で一緒に映りました。ゴンドラに乗って窓ガラスが清掃されている。清掃終わるのに半年かかる、はい、半年。こんにちは、近鉄ファンチャンネルです。私は近鉄入社4年目になりましたトラちゃんです。本日もよろしくお願いします。本日ご紹介させていただくのは後ろに見えております、はい、今年で開業10周年を迎えましたアベノハルカスに潜入取材ということで、やっぱりハルカス専門ですか、ご紹介いただく方を本日もご紹介したいと思います。それではご登場いただきましょう、はい、近鉄不動産ハルカス事業部の山本さんです。お願いします。はい、皆さんこんにちは。近鉄不動産で、アベノハルカスの展望台を担当しております山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。今日は、はい、ハルカスということで実際どんなところをご紹介いただけるんでしょうか。はい、はい、そうですね、まあ、今回あのアベノハルカスは、まあ、開業10周年を迎えまして、まあ、その10周年を盛り上げるイベントを、まあ、たくさん開催しておりまして、まあ、その中でも展望台で開催しているイベントをちょっと中心にご案内させていただこうと思っております。ちょっと裏側的なところを見せてもらえるみたいな話込みなんですけど、はい、今回そのねハルカスの一番上のヘリポートとかもちょっとご案内させていただこうと、なかなか近鉄ファンチャンネル裏側を紹介するんで、はい、ハルカスの裏側も解剖していこうということですね、はい、ですね、はいはい、じゃあめちゃくちゃ楽しみですので本日はどうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは参りましょう、近鉄ファンチャンネル出発進行。記念企画として、まあ、10万円でハルカス展望台を丸ごと貸し切れるっていう今やってます。いろんなことに使っていいんですよね。そうですね、だから、まあ、プロポーズだったり、まあ、会社の懇親会とか、ここまあ少人数から大人数の利用まで、はい、ここ幅広く利用できるかなと思います。毎月10日に、毎月10日です、10周年記念で10万円、はい、うちの両親10月とか結婚記念なんですよ。10月までなんで、ね、10月最後 OK です。ぜひちょっと言うときましょうか両親に。では早速展望台上がっていきましょう。はい、ありがとうございます。いいですね、待ち時間5分、待ち時間5分適度に待つ感じです。土日とかやと結構ね、お客さん夕日の時間帯とか、はいはいはい、はい、それこそ結構ちょっと待ち時間はありますね。ありがとうございます。はいはい、エレベーターすごいですね、上見てくださいこれ、飛行機の滑走路をしてます。確かに言われてみれば滑走路でこれでテイクオフしたみたいな感じですね。そうです、だいたい45秒ぐらいで45秒、はい、60回で何メートルぐらい上がるんですかこれは、実質200メートルぐらい、200メートルを45秒、はい、めっちゃ速いですね、約200メートルぐらい、ちょっと頭の中で計算できなかった。16階の十分高かったですね。高いです、だいたいあそこで80メーター、約80メートル90メートルぐらい、あそこまでは無料で、無料で行けるんですね、はい、こっから先ですよね、この扉開く瞬間、はいはい、どうぞ、おいおお、ちょっといきなりすごい、いきなり、そうですね、これはこれ、ね、めっちゃ怖ないですか。はい、ゴンドラに乗って、まあ、窓ガラスに清掃されている。アベノハルカスって結構、はい、全部の窓ガラス入れて1万5000枚あるって言われて、1万5000枚の窓ガラスが、ほぼ全部、もう全部、もう全面ガラスです、ね、確かにガラス張りで、もうあんな感じで手作業で、そうなんですよ、でこんな感じで、まあ、清掃員の方は作業していただいてるんですけど、はいはいはい、大体全部の窓清掃終わるのに半年かかる、はい、半年、はい、超高所作業ですね。鉄道でもいろいろあの河川の作業員さんとか高所作業って言いますけど比べ物にならんぐらいなかなか周年の、はい、体験できるみたいな感じでしたっけ。あ、そうです、あります、あります、はい、あのあ清掃ゴンドラツアーで、まあ、実際にその外には行かないんですけど、なるほどなるほど、あれに乗れる、ちょっとまあゴンドラにまあ乗れるちょっとしたアトラクションが楽しみですね、
これは、東西南北でいうと北の方向ですよね。はい、まあ一番こう目につくのは僕と気には大阪城かなと思いますね。周りはね、あの、まあ、大阪城公園の緑がね、うん、ありまして、で大阪城ホールの屋根も見えてますね。海の中に広がるオアシスっていう感じが、ビジネスパークのね、うん、ビルとかバックに大阪ビジネスパークを背負いながら大阪城もそびえ立ってると、太陽だと、ね、エキスポシティのエキスポシティのあ、僕が撮りながらレポートする感じですね、うん、これでズームですね。カメラマンさんがね、今ちょっと職務放棄をしましてね、トラちゃん撮ってくれということでね。今私は観覧車を捉えました。で、そのやや左ですかね、これが太陽の塔かな。あ、太陽の塔ですね、間違いないですね。はい、近くで行くと四天王寺、そうですね、四天王寺さんですね、五重塔が見えます。はい、もっと左に目をやりますと、はい、天王寺公園、天王寺公園で、今小学生たちがお弁当食べてますかね。天芝ですね。天芝になりますね。はい、めちゃくちゃ気持ちよさそう。で、その奥に見えるのが天王寺動物園。はい、ちょっとね、個人的にはこの、まあ、大阪の地形という意味で、あの緑のところがちょうど崖になってるんですよね。あ、ここですね。はい、上町台地の上町大地、はい、縁、まさにあそこがこう崖になってて、木がね、斜めになってるのが分かると思うんですけど、はいはいはい、あれで大阪のこの上町台地の地形を感じることができると。ずっと僕喋ってますね、はい、大丈夫ですか。この北側の景色っていうのは、あの都市としての大阪のこの力強さを感じるなと私は思っておりまして、私も、はい、一番お気に入りですよね、景色が、はい、北側ですね。あ、花火大会とか結構、はい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 、淀川花火とかめちゃくちゃいいですね。あと天神祭りとか、うんうんうん、もう全部この北側の方角なので。なるほどなるほど。淀川の花火とか結構花火の上がる位置も結構高いので、あ、結構はっきりと確かにいますね。いいですね。毎年淀川花火の時は、はい、あのハルカスでも花火大会特別営業をやってるので、なるほどなるほど、めちゃくちゃいいじゃないですか。ウェブ販売とかでも3日で完売とか、うん、ご好評いただいてますね。なるほどなるほど。大学時代に、はい、あの地理学っていう学問を、はいはいはい、あの専攻しておりまして、これちなみに大阪の地理、そうですね、その大阪の、まあ、町というか都市を学ぶみたいな、大学のゼミの先輩がハルカスの展望台の年パスを持ってまして、同伴者はそうなんですよね、ちょっと割引安くで入れるっていうんで、はい、あの天王寺でゼミの飲み会をした後に2軒目で飲みに行かずにこれを登るという2軒目ハルカス、そうです。で問題出し合って、誰があの指定した建物を一番早く見つけれるかっていうのを、はい、この赤い時々夜景の中でやってたんで、分かるかったら余裕なんですよね。ちょっと熱く語りすぎて太陽も熱くなってきて。でこっちが、こちらが西側ですね、ですよね、はい、僕はこっちが一番好きかもしれないです。あ、はい、西側ね、やっぱり夕日の時間になるとね、うん、すごい集まるんですね、そうですね、人が。西の有名なところで行くと、まあ、先島、はい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 、そうですね、ね、でその奥に見えるのが、夢島ですね。夢島ですね、はいはい、来年万博会場になる夢島、ね、あ、まだ渡されましたよ、はい。上島ということで、あ、見えますね、ちょうどね、あの特徴的な屋根が工事されているのが見えてますね。すごい、はい、海遊館見えるかな。海遊館がこの向かった先にあるはずなんですけど、あ、あったあった、観覧車がこれでありました。海遊館です。実は海遊館さんも我が近鉄グループがやってますので、はい、皆さんぜひ来てください。僕がこの西側が好きなのはこの川ですね。水と大阪を感じれるのがこの西側かなというふうに思っております。木津川とか尻無川とかいろいろ、大阪安治川とか、はい、川があって水門もいっぱいね。そうですね。これはこちらね、あのハルカスバンジー VR といいまして、まあ実際に今お客さんは VR ゴーグルつけてもらって、でこのねバンジーの専用の機械に乗ってもらうんですよ。で人力でこれが、この装置が真っ逆さまちょっとまたあの素材をお送りしますね。ああなるほど、はい、めちゃくちゃ怖いですこれ。
人力でやるんです、ね、人力でやるんです。なるほど。でじゃあ旗から見たら結構あれ、ま、抜けって言ったらあれですけどシュールな感じですよね。すごいシュールですよこうバンジージャンプするところで上がっていくんですけど、こうやって人力でこうやってスタッフさんがパタ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 動かしてるんですよ上がっていきますよスタッフの影の努力。そうなんですよこっちが顔なんですけど、これが真っ逆さになるんですよ、うん、その顔の向きに結構大きな扇風機置いてるんですよ。お扇風機置いて落ちてる時の何ていうんですかね、あの風を演出してる扇風機で、はい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 、なるほど。なので、なかなかリアルちょっとね、あの土日祝日しかちょっと営業してないんですけど、これももう2年ぐらいずっと好評で営業してます、うん、いいっすね。 300m、まあ、飛び降りるのはねかなりあれですけど、なかなか VR で体験できるっていうだけでも面白そうですねかねの東側の近鉄ファンチャンネルの視聴者さんは多分一番喜ぶかなっていう、はいはい、東側の景色をレポートしていきたいと思います。最初に遠くの方からですね、生駒の300、生駒山地、生駒山地ですね、はい、ずっとこう、はい、ちょっと続いてて、続いてて生駒三条遊園地とかあるところがこの辺かな、赤城の、ね、そうですね、はい、この辺りが生駒三条遊園地です。こちらが東側の前景ですが、じゃあ皆さんお待ちかねのこのままカメラを下に振るとどうなるかと言いますと、はい、ということで、おお、なかなかたまらない景色が広がっているんじゃないでしょうか今電車が、あ、これ阪和線の方が来ましたね。天王寺駅に入ってくる阪和線ですね。多分4両編成の普通電車ですね、あれは。で、さあ我らが近畿日本鉄道南大阪線、今電車がそこに留置されているのが、はい、ここに見えまして、これは5両編成準急かな。こうやって見るとほんまに鉄道模型みたいな感じで確かにね、ミニチュアに見える。阪和線と南大阪線が交差しそうなところで、おおおおおお、これいいんじゃないですか。いいですか。おいいですね。いいですね。めちゃくちゃいい。ちょうど上下で一緒に映りました。こぼれ口駅を通過。通過ですね。まあこのチャンネルは近鉄ファンチャンネルでお送りしておりますので、私は近鉄を映しますよ。お、すれ違いますよ。こちらも5両通過しましたね。通過しましたね。4両急行かな。急行ということは、もしこれが止まったところが古市、古市まで見えますかね怪しいですね。展望台一応、まあ、60階一番上なんですけど、60階、はい、まだ上に実は登ることできまして、さっきちらっとおっしゃってた、はい、ヘリポートツアー、ヘリポート、はい、ちょっとご案内させていただきますので、裏側ですね、はい、裏側に、はい、必見です。どちらから、こちらから、お、すごい裏側感があるヘリコプター大丈夫かな、裏側にどうぞお邪魔します。おお、
すごいすごいすごい。お、なんかすごい業務用感のあるお、やっと来た、すげえおー、開放感すごい。ヘリポート、ほんまにまさに H ヘリポート、すごい。地上ほんと300m、はい、ここの高さが 300m、 ここが 300m、 ここはヘリコプターほんまに止まった今、ね、本当に止まったことは今までないと聞いたことがありますね、はい、まあ、まだないと使われないことが一番いいですもんね、はい、一番いいですね、もう本当に緊急用のうんですよね、すごい、めっちゃ気持ちいい、やばい目の前にあの飛行機がこう当たらんようにピカピカピカ光るライト、ね、あれですよね、近くで見ると結構でかいかもしれない確かにね、遠くから光ってるのはまあよく見ますけどこのヘリポートツアーは一般のお客様はおいくらぐらいで、はい、1500円、はい、1500円で20分25分、25分、ね、全然価値あると思います。宇治、はい、山田の駅舎の解説で、あの日の宮蔵登らせてもらいます。だけど全然違う。あっちはあっちでリアル感のある高さやったんですけど、こっちはもうただただ綺麗な感じで。雨降ったらもうダメなんです。雨降ったらダメです。晴れてる時だけ。そうですよ。雨と強風の時はもうダメです。ツアー自体中止してますね。なんかすごい雲も近く感じますよね。そうですね。お、来た。来た。飛行機どこや。あ、あれや。どこや。着陸しそうですね。着陸しますね、多分。あれをずっと追っていきましょう。JAL、鶴丸マーク見えますか？JAL サブチャンネルさん、ぜひコラボしましょう。おお。あ、見えんかった。あ、着いたっぽい。着いたっぽい。うん、結構遠いですね、伊丹、うん、ね、遠いですね、もうちょっと近いイメージだったんですけど、ハルカスの思い出はそうですね、なんやろ、ほんまに僕が中3の時に開業したんですかね。で、オープン前にここでカウントダウンをしてたと思うんですよ、はい、開業まで何日って、はいはい、あれと高校受験の日程がすごい近くて、あれを見ながら毎日通学してたので、はいはい、卒業というか、まあ、高校受験までのカウントダウンをこのハルカスでしてたみたいな。確かに時期的にもそうですね。そうなんですよ。開業が3月7日なですよね、はい、本当に、まあ、高校生から今にかけてずっとハルカスと一緒になんか育ってきたんかなみたいな印象があって、はい、もういいエピソードそうですありますね。あと、まあ言えない思い出もあったりなかったり59階ですね、こちらは。でこちらは基本的に、まあ、はい、グッズショップ、グッズショップ、はい、アベノベアの、アベノベアですね、可愛いですね、クマちゃん、全体的に水色な感じがこれあれですか、あのキュッキュッて、こう、あ、そうです、そうです、このここに置くんや、可愛い、大体こう耳や、そうです、耳がこけて動くんですよ、手がこう動くっていう肩塗り雨の上はこれね、一番おすすめなんですよ。おなんかここが、ここはあの磁石になってまして、はいはい、で、なんかね、磁石もう一つ入ってるんですよ、ここに。で、これね、服で、まあ、服でこうやって服の、なんですかね、あの裏にこうやって仕込んで、うん、ベアちゃんこうやってこう挟むってこと、挟むんですよじゃあ、せっかくなんで後で、まあ、購入します、はい他に何かおすすめは、ベアちゃん系なんですけど、尻尾ね、こうやって引っ張るとプルプルプル、ああ、ブルブルブルってこれもうね、人気すぎて、すごい、お一人様2個まで、はい、ああ、すごい、こんな感じで、あ、そんな感じです、いいですか、はい、相棒ができたんです相棒じゃあ、今からこれつけながらね、これつけながら行きましょうか、はい、はい、じゃあ、1個下の頃は、1個下の、はい、58回行きましょうか、すいません、ありがとうございましたいいですね、皆さん楽しんでおられる感じで、そうですね、いや大変嬉しいです、ね、今日なんかほんまに天気もいいですし、こちらのカフェのおすすめは、おすすめは何ですか、まあ、やはり何といっても、はい、
パインアメソフトクリーム出ました。パインアメソフトクリーム、このパインアメソフトクリーム展望台の上でしか食べられない。限定です。はい、春香さんの限定の、すごい。もう絶対僕にあれを言わせようっていう色してますよね。絶景を見ながら食べていきたいと思います。パンヤメソフトクリームですね。はい、パンヤメです。あのパンヤメですよね。はい、これは地元企業さんですよね。谷町9丁目に本社ありますよね。はい、これ上に乗ってるつぶつぶが、まあ、これもパンヤメです。のパンヤメの砕いたやつ、砕いたやつね。早速いただきます。はい、ありがとうございます。いただきます。結構パインの味しっかりしますね。そうですよ。本当に南国気分というか、ね、南国といえば南の方、南の方といえば伊勢志摩、伊勢志摩といえば伊勢志摩ライナーみたいな感じで決まりましたね。またプーンって走りました。でも本当に美味しいですね。このパインアメのクラッシュの砕いたやつも食感がすごい、本当にパインアメ、いいアクセントあって、うん、パインさんの本社はこの、うん、ね、この谷町筋をずーっとどこかにありますね。あの本社の色も真っ黄色のパンヤメの捕らえました。会いました。パンヤメの本社捕らえましたね。パンヤメさんに感謝しながらパンヤメを見ながら、パンヤメの会社を見ながらパンヤメソフトを食べると、ね、ここはなんていう、名前がついてるんですか。天空庭園。天空庭園、はい、吹き抜けに来まして、うん、ちょっとあの屋根もついてるんで、うん、まあ、雨降っても、まあ、濡れないエリアもちゃんとありますし、まあ、この庭園のスペースを結構有効活用しながら、いろんなイベントやったりとか、うん、あ、そうですね、はい、今ですとね、噴水をして、これは期間限定で、期間限定ですね、今年の7月中旬まで実施しております。夏の暑い時期なんかもうお子様は大喜びですよね。で、夏は夏でお子さんとかに喜んでいただけるような水遊びイベントを毎年やってます。へえ。で、これは今やってる？これは、はい、今やってる、まあ、春のイベントなんですけど、はい、あのワンダースプリングと言いまして、7月15日まで。そうです、7月15日まで。どういうイベントですか、これは。はい、でこちら、まあ、真ん中に、まあ、メインの噴水がありまして、はい、こちらは、まあ、噴水が吹き上がるんですよ、高く。で、夜はあのプロジェクションマッピング。はい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 。と噴水ショーが結構融合してて、すごい綺麗な、めちゃくちゃロマンチックですね。そうですよ。ツインタワーって言うんですけど、うんうんうん、このシルバーのタワーにプロジェクションマッピングが投影される。声を出すとっていう話をさっきちらっと聞いたんですけど、あ、これですね。今ちょっと始まりましたね。はいはいはい。あなたも声は何色？60秒以内にマイクで質問の答えを、ね、まあ、簡単な問題が、はい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 、今から表示されるんで。なるほど。天島お、すごいゲージが天島すごい溜まってますね。あ、すごいすごい。もう一回ですか。天島天島さあ、噴水打ち上げまで。おお、声出した分だけ高くなるというまあ恥ずかしかった、だいぶ恥ずかしかったですけどねでこちらがバーベキューエリアになってまして、うん、あのカジュアルプランのお席がこちら、はいはいはい、とこっちがこちらも、はい、お席になってます。窓際の特等席、はい、特等席。おすすめなのが、こちらがあのプレミアムプラン、まあ、ちょっとグレードの高いプランのお席なんですけど、まあ、今年はあのキャンプ感をちょっとテーマとしているので、まあ、ちょっと外されてるんですけど、このハンモックとか、ハンモックとか自由に使っていただいたりとか。ここめっちゃいいですね、はい、夜になったらぜひ来たいですね。そうですよ、しかも西側ですよそうですね、だからもう夕日が落ちる時からずーっとおったらいいですよね、はい、お一人どれぐらいで楽しめるんですか。こちらのお席は展望台入場料込みで7980円。なるほど。なので展望台の入場料が2000円なので、うんうん、実質5900円なんで、あ、
じゃあ、まあ全然この特別感込みで考えたら、そんな飲み放題もついてますもんね。飲み放題もついてますね、はい、全然 OK です。まだ来ますこちらのノーマルなのカジュアルプラスの方は5980円。なるほど、展望台入場の込みで5980円、はい、全然いいですねこれ夏はこんな感じですけど、冬はまた全然違うイベントしてまして、しゃぶしゃぶとかおでんとかをこたつで楽しめる。すごいですね、もう季節に応じてこういったイベントもされてると、はい、夏はバーベキュー、うん、冬はこたつ、うん、この絶景を楽しみながらバーベキュー最高です、はい、姫路城、はい、何時間制とかある？2時間制2時間、はい、最初の一組目は何時からですか？平日16時から16時で、土日祝が11時30分から、うん、お昼から、はい、いいですね、お昼からってことは、はい、本日はアベノハルカスご案内していただきましてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もう何度も来たことはありましたけど、やっぱり景色、はい、今日持っていい曲って素晴らしかったですし、普段は見れないヘリポートも入らせていただきまして、はい、またいい思い出が一つ増えました。ありがとうございます。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。このチャンネルではこんな動画が見たいというリクエストをお待ちしております。ぜひコメント欄にお書きください。また高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。また近鉄の公式 X 近鉄通信もぜひフォローしてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。